滑らか日本語会話聞き取り練習第一課1写真を見ながら兄と妹が話しています兄のガールフレンドはどの人ですか お兄ちゃんの彼女ってどの人後ろに立ってる人だよ。メガネかけてる人メガネはかけてないよ。じゃあ、綺麗な色のスカーフをしてる人違うよ。じゃあ、どの人なのまだわからないほら、一番綺麗な人だよ。帽子かぶってる兄のガールフレンドは写真の中のどの人ですか ?A メガネをかけてスカーフをしてる人です。B 後ろに立って綺麗なスカーフをしている人です。C、前に座っていてメガネをかけてない人です。D、後ろに立って帽子をかぶってる人です。2<に>、学生は駅員に呼び止められました。それはどうしてですか？駅員は学生に何をさせましたか？ ももしもしお客さんえ私ですかちょっとあなた定期が切れてますよあそうですかちゃんとお金を払ってもらいますよごめんなさい私今お金持ってないんです困るなじゃあ学生証を見せてごらんはいお金を持ってくるまでこれ預かっとくよすみませんけどお願いがあるんですがなんだね学校に知らせるのだけはやめてくれませんかわかったわかった 黙っとくよ正しいものはどれですか?」。「A 学生が定期をちゃんと見せなかったので駅員は学生証を預かることにしました」。「B 学生が学生証を見せなかったので駅員は学校に知らせることにしました」。「C 学生はどこかで切符をなくしたのにお金を払わないので」。 駅員は学校にに知らせることししました D、学生は定期が切れているのにお金を払わないので、駅員は学生証を預かることにしました。 第2課1 2> 新幹線の中で男の人が隣に座っている人に話しています男の人は何を頼みましたか男の人はちゃんと降りることができましたかちょっとすみませんここはどの辺りですか今京都を過ぎたところですよ僕は次の駅で降りなきゃならないんですが近づいたら教えてくださいませんかもしもし もうすぐ着きますようん起きてください乗り越しちゃいますよあ、大変だ急がなきゃどうもどうもああ、荷物を忘れていっちゃった正しいものはどれですか A 男の人が荷物を忘れそうになったので女の人が教えてあげました B 男の人は新幹線の中で寝ていたので、乗り越してしまいました。C。男の人は次の駅で降りたが、新幹線の中に自分の荷物を忘れてしまいました。D。男の人は京都で乗り越したので、次の駅で新幹線を降りることにしました。2>, 2。夜遅く。 女子高生が交番へ行きました。何を頼みましたか？そこから彼女の家まで、タクシーでいくらぐらいかかりますか？すみません、おまわりさん、充電車に乗り遅れちゃったんです。はい、それで、タクシー代貸してほしいんですけど、いくら？千円でいいんです。財布に千円残ってますから。ちゃんと返してくれるのかい？明日の朝、一番に持ってきますから。しょうがないな。ちょっと待って。はい。 じゃあ1000円貸すからねこれからは夜遊びしちゃいけないよ早く家に帰らなくちゃダメだよご両親に心配かけるんじゃないよ正しいものはどれですか A 女子高生は終電車に乗り遅れたのでタクシーに乗ろうと思いましたがお金が全然ないので1000円貸してもらいました B 女子高生は終電車に乗り遅れたのでタクシーに乗ろうと思いましたが お金が足りないので1000円貸してもらいました。C。女子高生は終電車に乗り遅れたのでタクシーに乗ろうと思いましたがお金が2000円足りません。D。女子高生は終電車に乗り遅れたのでタクシーに乗ろうと思いましたがお金がないので1000円もらいました。 第3課1男の人はガールフレンドをダンスに誘いました女の人は行くことにしましたかまたダンスの服は借りることにしましたか買うことにしましたか今度ダンスパーティーがあるんだけど一緒に行かない私ダンスが下手なの下手だって大丈夫だよ僕が教えてあげるから でも、ダンスの時に着る服がないし。なくたって構わないよ。レンタルすればいいんだから。レンタルするのは高いし。高くたっていいじゃないか。僕が払ってあげるよ。うん,うん。一回しか着ないのに高いお金を出すなんて馬鹿げてるんじゃないわかったよ。買えばいいんだろ。わ、嬉しいわ。ありがとう。正しいものはどれですか女の人は何が一番嬉しいのでしょうか ?A 男の人がダンスパーティーに誘ってくれたのが嬉しいんです。B 男の人がダンスを教えてくれるのが嬉しいんです。C 男の人がダンスの時に着る服を借りてくれるのが嬉しいんです。D 男の人がダンスの時に着る服を買ってくれるのが嬉しいんです。2, 2女の人は どんな家に住みたいいと思っていますか女の人はご主人のために何をしてあげるつもりですかねえアパートの家賃も高いしそろそろマイホームを買わないそうだな小さくたって自分の家に住みたいよなやっぱり庭があって自然に囲まれたうちがいいわそんなこと言ったって無理だよ駅から遠くたっていいじゃないそうすれば少しは安くなるわ 通勤が不便になるじゃないか大丈夫よ私が車で駅まで送り迎えしてあげるからでも仕事で帰りが遅くなることもあるんだぜ構わないわよいくら遅くなったって私は迎えに行くから正しいものはどれですか A 女女のの人人はは通勤がが便利で庭がある広いいい家に住みたいと思っています B 駅から遠くても庭があって自然に囲まれた家に住みたいと思っています。C。女の人は家賃が安くて小さくても庭のある家に住みたいと思っています。D。女の人は仕事で帰りが遅くなることもあるから、駅から遠いところは不便だと思っています。 第4課1 2二人はテレビ番組について話していますどんな番組を見ることにしましたか何か面白い番組あるそうだな「土曜スペシャル」って番組があるけど「土曜スペシャル」って安くてうまいレストランの紹介だって他に何かない動物面白おもしろランドっていうのもあるよ面白くなさそうねじゃあ 野球の試合を見ることにしようぜねえ映画はないのアポロ十三号ってのがあるよどうして先にそれを言ってくれないの早くテレビつけて二人はどの番組に興味がありそうですか A 男の人は野球の番組を見たいと思っていますが女の人はレストラン紹介の番組を見たがっています B 男の人は動物の番組を見たいと思っていますが、女の人は映画を見たがっています。C。男の人は野球の番組を見たいと思っていますが、女の人は映画を見たがっています。D. 男の人も女の人も土曜スペシャルという番組を見たがっています。 息子は結婚式のことについて父に話しました息子はどこで結婚式をあげるつもりですか父は賛成してくれましたかお父さん僕彼女と結婚しようと思ってるんだえ彼女ってほらこの前家に連れてきただろあの子だよ僕たちウィーンで結婚式をあげようと思うんだけどえウィーンってオーストリアのウィーンかいそうだよ ウィーンの教会で二人きりで式を挙げるんだ。二人きりって、ちょっと待ってくれよ。お父さんにはお父さんの夢ってものがあるんだよ。えお父さんの夢って正しいものはどれですか ?A。父は息子が二人きりの結婚式を挙げることに賛成しています。B。父は息子の結婚式に夢を持っていたので、 二人きりの結婚式と聞いてびっくりしています。C、父は息子が結婚してくれたらとにかく嬉しいと思っています。D、父は息子が自分の全然知らない人と結婚するというのでびっくりしています。 第5か1母と子が話しています子供は何と何を探しているのですか何してんの着替えを詰めてるんだよどこへ行くのキャンプに行くんだカバンが小さくて全部入んないや。荷物が多すぎるんじゃないの少し減らしたらうん、そうするよ帽子はあったそれが見つかんないんだどこに入れたかわかんないの 部屋を片付けなさいっていつも言ってるでしょだって忙しいんだもんお母さん水筒はどこえっとお母さんいつも言ってるでしょ台所を片付けてって正しいものはどれですか A カバンに着替えを詰めていますが帽子と水筒はまだ見つかりません B カバンに着替えを入れたら 帽子と水筒が入らなくなくりました C 水筒は子どもの部屋にあるはずなのにまだ見つかりません。D 帽子は子どもの部屋にあるはずなのにお母さんがどこかに片づけてしまいました。2> 2夫と妻が話しています。妻は怒っているようです。それはどうしてですか ただいまおかえんなさいここんとこ帰りが遅いわねこんなに遅くまで毎晩何してんのいろんな付き合いがあるもんだからね明日は土曜日だから早く帰れるんでしょそんなことわからんよ急に残業頼まれるかもしれんしあなた明日はうちの子のサッカーの試合があるのよたまには見てやったらどうなのまた知らんぷりして本当に嫌になっちゃうわ 正しいものはどれですか ?A お父さんは明日の土曜日にも仕事がありますが多分早く帰れるだろうと思います B お父さんは会社の付き合いでいつも帰りが遅く土曜日も早く帰れるかどうかわかりません C お父さんは土曜日には仕事がないので時々子供のサッカーの試合を見に行くことにしています D お父さんは毎日残業があって帰りが遅くなるので仕事が嫌になってしまいました。 第6話1男の人は何に困っているのですかすいません、おばあさんあイノシシを見ませんでしたか見ましたけどどっちの方へ行きましたかこっちの方へ走って行ったよどんなイノシシでしたかすっごく大きくて強そうなやつだったよやっぱりそうかあいつがうちの畑を荒らして困ってるんですよ悪いことばっかりするんで そりゃ困ったことだね正しいものはどれですか A 大きくて強そうな男の人がイノシシを取るので困っています B 大きくて強そうなイノシシがおばあさんの畑を荒らすので困っています C 大きくて強そうなイノシシが男の人の畑を荒らすので困っています D 大きくて強そうな男の人が悪いことばかりするので困っています。二。女の人が警官と話しています。女の人は何を取られたのですかおまわりさん大変です泥棒に入られたんです家に鍵をかけてましたかええー、鍵をかけてたんですけど、窓を破られたみたいです。あ やっぱりそうですか。ここんとこ、同じような泥棒がよく出るんですよ。こないだ、隣のマンションでも泥棒に入られましてね、現金を取られたんですよ。お宅では何か取られましたかええー、悔し、くって悔しくって。ってよっぽど大切なものを取られたんですね。私の指輪がなくなってるんです。とっても高かったんです。すごく気に入ってた指輪なんです。買ったばっかりだったのに。そうですか。お金は大丈夫でしたか A 給料日前だから正しいものはどれですか ?A 隣のマンションでは泥棒にお金を取られましたがこの女の人の家ではお金は取られませんでした B 女の人は家に鍵をかけるのを忘れていたので泥棒に入られてしまいました C 女の人は昔から大切にしていた指輪を泥棒に取られてしまいました D このところ開いている窓から泥棒に入られる家が多くなっています第7課1 二人は駅へ行きましたそこで男の人は何と何を買うことにしましたかちょっとここで待っててどこ行くのタバコを買ってくるから小銭あるあ、千円しかない千円でも自動販売機使えると思うけど ああ、小銭がいっぱいになっちゃった。ちょうどよかったじゃない。今から電車の切符買うんだから。私の分も買って。どこまで渋谷までよ。正しいものはどれですか ?A。男の人は自動販売機でタバコを買ったので小銭が少なくなりました。B。男の人は改札機で二人分の切符を買ったので小銭が増えました。 C 男の人はたばこを買った後小銭がいっぱいになりましたが電車の切符を買うときにその小銭を使いました D 男の人は千円しかなかったので女の人に切符を買ってもらいました 2, 2女の人はどうして怒ってしまったのですか早く早く 急がないと映画始まっちゃうよ。どっちの電車乗るの早く。これに乗ろう。ねえねえ、この電車本当に渋谷行くの確かそうだと思うけど。あ、あ違うわよ。私たち間違ったみたい。違う方向よ。本当だ。しまった。次の駅着いたらすぐ降りよう。あ、はあ、映画始まっちゃう。仕方がないな。 タクシーで行くかすぐにタクシー乗れるかしら今頃の時間道路混んでるかもしれないし本当にあなたったら慌て者なんだから「正しいものはどれですか A 道を間違えたために映画が始まる時間に間に合わないかもしれません」「B タクシーに乗ったら道が混んでいたために映画が始まる時間に間に合わなくなりました」 C. 違う方向の電車に乗ったために映画が始まる時間に間に合いそうにありません。D. 映画が始まる時間なのに映画館が見つからなくて二人は慌てています。 第8課1男の人の携帯電話はどこへ行ってしまったのですか大変だ大変だ僕の携帯電話がなくなっちゃったえどこに入れてたんだい上着のポケットかカバンの中かどっちかだよカバンの中はよく調べてみたのかいもちろんだよもう一度調べてみたらもう何回も何回も調べたよ最後に使ったのはいつだったんだいえっと電車に乗った時に 会社に電話を入れたんだ。じゃあきっと電車の中に忘れたんだよ。駅に問い合わせてみたら。正しいものはどれですか ?A。電車に乗る前に会社に電話をして、その後、駅で携帯電話を忘れてしまったようです。B。電車に乗った後で会社に電話をして、その後、電車に携帯電話を忘れてしまったようです。C。 電車の中に忘れ物をしたので携帯電話で駅に問い合わせてみました D 電車の中で携帯電話がなくなったので会社に連絡を入れておきました2社員は部長に何を相談しているのですか部長お話があるんですがんだねこれ受け取ってくださいえ 辞表じゃないか。君、会社を辞めたいって言うのかい会社を辞めてどうするつもりなんだいそれは、辞めてから考えます。奥さんにはもう話したのかねいえ、それはまだ。奥さんともよく話し合ってみたら、君は我が社にとってなくちゃならない人間なんだよ。もう一度考え直してみては。正しいものはどれですか ?A。男の人は他にやりたいことができたので、 会社を辞めるつもりです B。男の人は奥さんとも相談して会社を辞めることにしました。C。男の人はまず会社を辞めてから何をするか考えようと思っています。D。男の人は奥さんと相談して会社を辞めることは考え直すことにしました。 第9課1女の人はお見舞いに行きました何を持って行きましたかお体の調子はいかかがですかありがとうございますだいぶ良くなりましたのでご心配なくこれお見舞いですどうぞ綺麗な花ですねどうもすみませんこちらにおかけくださいい,いえお構いなく会社のみんなからのお見舞いも預かってきましたこれどうぞ みんな心配しているんですよ。すみませんね。どうぞ皆さんにくれぐれもよろしく。来週にはもう退院できると思いますので。それは良かったですね。おかげさまで。退院後、一週間ほど家で休んでから会社に出ます。どうぞごゆっくりお休みになってください。今日はこれで失礼します。どうぞ大事に。正しいものはどれですか ?A 男の人はもうすぐ退院するので、来週は会社に出られるだろうと思います。B。男の人は来週退院できたら、一週間ほど家で休んでから会社に出ます。C。男の人は来週退院することになっていますが、いつ会社に出られるかはまだわかりません。D。男の人は会社を休んでいるので、 心配して会社のみんながお見舞いに来てくれました22<に>人は会社の同僚です今日はどこで晩ご飯を食べることになりましたか仕事はまだ終わらないもうちょっとなのでやってしまおうと思ってそうじゃあいつものところへ行ってるわねお先にどうぞ僕も後から行くからじゃあまた後で お待たせしてごめん仕事が終わったと思ったら国際電話がかかってきてそれはご苦労様じゃビールでも飲むそれよりお腹がペコペコなんだそれじゃあステーキでも食べに行かないでも給料日前だしじゃあ私のアパートへ来る何かご馳走するわ正しいものはどれですか、A、男ののの人がが来るのが遅かったので 女の人はお腹がペコペコになってしまいました。B。男の人は遅くなってしまったので、女の人にステーキをご馳走することにしました。C。二人は給料日前なので、ステーキは食べないで、女の人のアパートで何か食べることにしました。D。男の人は給料が出たら、何かご馳走をすると言いました。 第10課1留学生は友達と一緒にお好み焼き屋に行きました味はどうでしたか材料がきたきたさあお好み焼き焼こうかえ自分で焼くのそうだよ君初めてかい食べたことはあるけどその時は店の人が焼いてくれたよここでは自分で焼くんだよ材料を全部混ぜて鉄板の上にのせるだけだよ。 これでいいうん、そうそう。もう食べられるかなどれどれうん、もういけるよ。じゃ、いただきます。ダメダメ。上にソースをかけないと。ああ、美味しかった。そろそろ行こうか。今日は僕がおごるよ。そんなの悪いわ。いいからいいから。じゃ、ごちそうさま。正しいものはどれですか ?A。女の人は、 お好み焼きを食べるのは初めてでしたが、食べてみたらなかなか美味しかったです。B。女の人はお好み焼きを自分で焼くのは初めてでしたが、やってみたら美味しくできました。C。女の人はお好み焼きを焼くのは初めてだったので、店の人が代わりに焼いてくれました。D。男の人はお好み焼き屋で女の人にご馳走になりました。 <に>子供はどうして困っているのですか困った困った。どうしたのお隣の庭にボールが入っちゃったんだ。また野球してたのね。違う違う。サッカーしてたら庭の池に落ちたんだよ。お母さん謝ってきてくれないダメダメ自分で行かなきゃ。だって隣のおばさん怖いんだもん。大丈夫大丈夫。ちゃんと謝れば許してくれるよ。 正しいものはどれですか ?A。子供はサッカーボールを隣の池に落としたので、おばさんに謝りに行くことにしました。B。子供は野球のボールを隣の庭に入れてしまったので、おばさんに謝りに行くことにしました。C。子供は隣の庭にボールを入れてしまいましたが、おばさんが怖いので、お母さんに謝りに行ってもらうことにしました。 D 子どもは隣の庭にボールを入れてしまいおばさんが怒っているのでお母さんと一緒に謝りに行くことにしました。 第十一一課男の人は何を手伝うことにしましたか久しぶりお変わりないみたいねそうでもないけどさてどこへ行こうかすき焼きでも置くう,うん昔よく行った店なんかどう 仕事を辞めたんだってそうなの母が倒れたりしたもんだからそうかごめんよちっとも知らなくてお母さんの調子はどうおかげでだいぶ良くなってきたわこの前も久しぶりで町を散歩したいとか言ったから車椅子で出かけたのよ車椅子で乗り物に乗ったり降りたりするのは大変だろうそうなの町の中ってでこぼこが多いし今度行く時は僕にも声をかけてくれよ音もするから 正しいものはどれですか ?A。男の人は、女の人が車椅子で街の中を散歩するときに手伝うつもりです。B。男の人は、女の人のお母さんが車椅子で街の中を散歩するときに、一緒に行って手伝うつもりです。C。男の人は、自分の母が車椅子で街の中を散歩するときに手伝うつもりです。D。 男の人は車椅子で乗り物に乗ったり降りたりする人を見たら手伝うつもりです 2, 2男の人は外国で何をしていましたかその時困っていたことは何ですかねえ、あなたの話も聞かせて僕はね、シカゴへ行ってたんだよへえ、会社の仕事かなんかでそう、急に転勤することになってさ 三年間向こうで新しい部門の開発とかをやってたのさ。ホームシックとかにならなかったそうだな。初めの頃は日本食が食べたくなったりしたな。向こうにも日本食のレストランあるんでしょホテルなんかへ行けば高級レストランはあるんだけど、毎日そんなところばっかり行くわけにはいかないだろ私に言ってくれたら梅干しでも送ってあげたのに。正しいものはどれですか ?A シカゴでホームシックになった時には、毎日日本食のレストランへ行っていました。B。シカゴにも日本食のレストランはあるので、高級レストランへ行けば梅干しも食べられます。C。シカゴでは日本食が食べたくなっても、全然食べることができないので、ホームシックになりました。D。シカゴにも日本食のレストランはありますが、 高い店なので毎日行くわけにはいきません。 第十二課1おばあさんは電車の中でどんな人に会いましたかおばあさんどうぞお座りくださいこちらにありがとう悪いねいいんです僕はすぐ降りますから。 今日も学校があるのかい土曜日なのに学校じゃないんです塾なんです大変だね中学生は僕中学生じゃありませんよごめんごめん高校生だね関心だね電車の中でもノートを開けて勉強するなんて試験があるんですもうすぐじゃあさようなら僕ここでおりますから 頑張ってね正しいものはどれですか A この中学生はもうすぐ試験があるので電車の中でもノートを開けて勉強していましたがおばあさんに席を譲りました B この高校生は試験前なので土曜日も学校へ行きましたが電車の中でおばあさんに席を譲りました C この高校生は土曜日も塾に行って勉強したり、電車の中でも勉強したりしていますが、おばあさんに席を譲ってあげました。D。この高校生は電車の中でもノートを開けて勉強していたので、おばあさんに席を譲ってもらいました。2。新婚旅行はどうだったと言っていますか おめでとうございますご結婚なさったそうでありがとうございますこれ私からのお祝いです困りますそんなに気を使っていただいてはいいえほんの気持ちだけですからところでいかがでしたか新婚旅行素晴らしかったですよ本当にあちこち見物したりホテルでのんびりしたりそれは良かったですねでも帰ってから両親に怒られたんですどうして旅行中に。 一度も連絡しなくて。なるほど。正しいものはどれですか ?A。新婚旅行の時は、あちこち見物したり、ホテルでのんびりしたりしていたら、両親から連絡がありました。B。新婚旅行の時に、両親に全然連絡しなかったので、帰ってから怒られました。C。新婚旅行から帰ったのに、 両親に連絡しなかったので怒られました。D。新婚旅行の時、お世話になった人たちのために、ほんの気持ちだけのお土産を買いました。 第13課2人はいつどこで何をすることにしましたか鈴木さん、今忙しいいや別に今ちょっといい実はね今度近くの神社でお祭りがあるんだけどいつ今度の日曜日それでちょっとお願いがあるの何かなお祭りの時にね 飲み物を売るつもりなんで手伝ってほしいの。え一日中うんうん。朝一番に車で飲み物を運んでくれるだけでいいんだけど。それぐらいならできるよ。僕に任せといて。じゃあ、朝8時半に迎えに行くわ。よし、わかったよ。じゃあ、そういうことでね。正しいものはどれですか ?A。お祭りの時に男の人は一日中飲み物を売ることになりました。B。 日曜日はお祭りがあるので、男の人は朝一番に飲み物を車で運ぶことになりました。C。日曜日はお祭りがあるので、男の人は朝8時半に女の人を迎えに行くことになりました。D。お祭りの日、女の人が男の人を迎えに行って、二人一緒にお祭りを見に行くことになりました。 この学生はどこで何年ぐらい働くつもりですかどうぞ。先生、今よろしいですかこちらへ入って、ちょうど一休みしようと思っていたところだし。実は、僕、ベトナムに行くことになったんです。就職が決まったのかいええ。ホーチミンの日本語学校へ行くことになりまして。それはよかったじゃないか。おめでとう。何年間の予定だね。一応、一年間ということになっていますが、 僕としては3年間ぐらい行きたいと思っているんです君ならきっといい仕事がやれると思うよ話は変わりますが先生は中村さんをご存知ですよね彼女は看護婦としてインドネシアへ行くそうですよそうかみんな頑張ってるな私も鼻が高いよ正しいものはどれですか A この人はインドネシアの日本語学校へ日本語を教えに行くことになったので 先生にに知らせに来ました B この人はベトナムの日本語学校へとりあえず1年間教えに行くことになっていますが3年ぐらい働きたいと思っています C この人はベトナムへ1年間行くことになっていますがその後でインドネシアへも行きたいと思っています D この人は看護婦としてベトナムへ行くことになったので先生は喜んでくれました 第14課1男の人は女の人にどんなことを頼みに来たのですかお邪魔しますどうぞこちらにありがとうございますで早速ですがはい何でしょうか実はお願いがありましてねどうぞご遠慮なくあの 実は私の娘が大学生になりましてそれは良かったですねところが大学が遠いのでアパートを探しているんですがなかなか見つからなくてそうですかそれでお宅にしばらく娘を泊めていただけないかと思いまして正しいものはどれですか A 大学生になった娘は大学が遠いのでアパートを見つけました B 大学生になった娘はアパートが見つからないので家から通うことにしました C 大学生になった娘のためにアパートを探してくれるように頼みました D アパートが見つかるまで大学生になった娘を止めてほしいと頼みました女の人はパソコンの学校へ行って どんなコースを申し込みましたかちょっとすみません。お聞きしたいんですが。はい。どのようなご用件でしょうかパソコンの講習会に申し込みたいと思っているんですけど。いろいろなコースがございますが、お宅のパソコンはどんな機種でしょうか実はまだパソコンは買っていないんです。これから買うんですけど、その前にどんなものか知りたいと思ったもんですから。では、初心者用コースはいかがでしょう 土曜日,と日曜日の2日間のコースです料金はいくらぐらいかしら 1>, 1日1万円であとテキスト代が3,000円ですがああそうですかちょっと考えさせてくださいそれから入門者のための無料コースもございますよ土曜日の午後1時から3時半までなんですけどそれがいいわねじゃあとりあえずそれを申し込むことにするわ正しいものはどれですか A. 女の人は土曜日と日曜日の2日間のコースを申し込んだので、2万3000円払わなければなりません。B. 女の人は土曜日の午後のコースを申し込んだので、お金は払わなくてもいいです。C. 女の人は土曜日の午後と日曜日の2日間コースを申し込んだので、2万円払わなければなりません。D. 女の人は土曜日の午後のコースを申し込んだので、テキスト代三千円を払わなければなりません。第十五課一。男の人は旅行者へ相談に行きました。どんな旅行をすることにしましたか？ そこへ行くには、飛行機を乗り換えなければなりませんかいらっしゃいませ。どちらをご希望ですかマレーシアあたりの小さな島でのんびりしたいと思ってるんだけど。じゃあ、ランカウイ島なんかいかがでしょうか直行便があるの週に一便だけ飛んでおりますが。週に一便というと毎週水曜の飛行機は、まっすぐランカウイ島へ参ります。じゃあ… 行ききもも帰りもそれを利用できるわけあいにくお帰りは乗り換えていただくことになりますがそうか仕方ないなでは水曜出発4泊5日ランカウイ島の旅でよろしいですね正しいものはどれですか、A、水曜日に出発すれば雪は直行便を利用することができますが帰りは直行便がありません、B 水曜日に出発すれば、雪は乗り換えることになりますが、帰りは直行便を利用することができます。C。水曜日に出発すれば、雪も帰りも直行便を利用することができます。D。水曜日出発の直行便は、あいにく予約がいっぱいになってしまったので、乗り換えることになります。 女の人がホテルに電話をかけています何人でホテルに泊まるつもりですかそのホテルを予約することができましたかもしもし宿泊の係の方お願いしますはい私でございますがあのー、来週の土曜日にそちらで一泊したいんですが何名様でしょうか三名です 主人と私と子供です大人2名様子供1名様ですね少々お待ちくださいませお待たせいたしました申し訳ございませんがその日は予約がいっぱいになっておりましてもしよろしかったらキャンセル待ちを伺っておきますがじゃあそうしていただこうかしらではお名前とお電話番号をお願いいたします正しいものはどれですか A 女の人は家族3人でホテルに泊まるつもりでしたが、キャンセルすることになりました。B 女の人はご主人と2人でホテルに一泊したいので、電話をかけて予約しておきました。C 女の人は家族3人で土曜日にホテルに泊まりたいのですが、まだ予約ができていません。D 女の人は家族3人で土曜日にホテルに泊まりたいので、 電話をかけてみたら、予約することができました。第十六課。一。お母さんは旅行に行く前に、子供に何を頼みましたか。今日からお母さんは旅行に行くからね。 お留守番お願いね大丈夫だよ心配いらないよワンちゃんのお世話も忘れないでね餌をやればいいんだろう餌は冷蔵庫の2段目に入れてあるからね朝と晩の2回に分けてねちゃんとやるのよそれからね散歩にも連れて行ってやりなさいそれからみんなの今晩のご飯はね冷蔵庫の一番上に肉が入ってるしそれにいいからいいから早く行ってらっしゃい正しいものはどれですか A. 冷蔵庫の一番上に犬の餌が入れてあるので、朝晩の2回に分けてやりなさい。B. 冷蔵庫の2段目に犬の餌が入れてあるので、朝晩の2回に分けてやりなさい。C. 冷蔵庫の餌をやって、朝と晩の2回、ちゃんと犬を散歩に連れて行ってやりなさい。D. 冷蔵庫の一番上と二段目に犬の餌が入れてあるから、朝晩の二回に分けてちゃんとやりなさい。に。学生は何を頼みましたかどうするように言われましたかすみません。来週の水曜日に学生のミーティングをしたいと思っておりまして、それでどこか部屋をお借りしたいんですが。じゃあ、第七会議室を使ってください。 その部屋には鍵がかかっているんですかええ、かかっていますよでもその鍵はね、ここにはないんですよだから当日にね、1階の受付行ってね、鍵を貸してもらってくださいミーティングは何時までですか4時半までの予定なんですがじゃあ4時半に終わったらね、また部屋に鍵をかけてねその鍵を受付に返してください受付は5時になったら閉まってしまいますからね必ずその前に返すようにしてくださいよ 正しいものはどれですか ?A。ミーティングの前に、1階の受付で会議室の鍵を借りて、終わったらまた鍵をかけて、5時までに返すようにしてください。B。ミーティングの前に、1階の受付で会議室の鍵を開けてもらうように頼んで、終わったらまた受付に知らせてください。C。鍵はここには置いてないから、今から1階の受付に行って、 会議室の鍵を借りてきてきください。D 会議室は4時半までしか使えないので4時半には必ずミーティングを終わるようにしてください。 第17課1学生は先生のところへ相談に行って何を頼みましたか先生はどうして怒ったのですかあのー、はい来週の試験のことなんですけどうんアルバイトがありましてそう試験を受けられないもんでそれで追試をお願いできないかと思いまして君 大学の勉強とアルバイトとどちらの方が大切だと思ってるんだね正しいものはどれですか ?A 先生は学生に絶対にアルバイトをしないように言いたいのです B 先生は学生に追試を受けることはできないと言いたいのです C 先生は学生に勉強よりアルバイトを大切にするように言いたいのです D 先生は学生に、勉強よりアルバイトの方を大切にするのはよくないと言いたいのです女の人は体の調子が悪いので相談に行きました何の病気だと思いますかどうしましたどうもこの頃調子が悪くて、頭がふらふらするんですそれはいけませんね心臓がドキドキして死ぬんじゃないかと思ったりして そうですか。そう思うと怖くて、ますます胸が苦しくなって。なるほど。昼間はまだいいんですけど、夜になると。もっと不安になるってわけですか。ところで、内科のお医者さんには診てもらったんですかそれがどこも悪くないって。私どうしたらいいんでしょう。正しいものはどれですか ?A。女の人は体の調子が悪いので、 内科で見てもらいましたが、原因がわからなかったそうです。B。女の人は、夜はいいけれど、昼間は調子が悪くて、頭がふらふらするそうです。C。女の人は、頭がふらふらしたり、お腹の調子が悪かったりするそうです。D。女の人は、頭がふらふらしたり、心臓がドキドキしたりするので、 内科で見てもらった方がいいかどうか考えています第18課 1, 1男の人は店で何を注文しましたかそれはいつできますかいくらですかいらっしゃいませ すみませんこの写真焼き増しお願いしますこれ3枚とこれ3枚ありがとうございますこのフィルムの12番と15番それぞれ3枚ずつですねええそうです M サイズと L サイズがございますが値段は同じですか普通は L サイズの方がお高いんですが今特別セールをやっておりましてそちらの方がお安くなっています20円ですそれじゃあ L サイズでお願いしますいつ出来上がりますか あさっての5時です。10日の5時ですね。お店は何時までですか ?7 時までやっております。正しいものはどれですか ?A、L サイズで3枚ずつ焼きましを頼んだら、あさっての5時に出来上がると言われました。B、1枚20円の焼きましを頼んだら、明日の7時に出来上がると言われました。C、M サイズの方が安いので、 焼き増しを頼んだらあさっての5時に出来上がるということです D L サイズの方が安いので焼き増しを頼んだらあさっての七時に出来上がるということです二。男の人はどうして銀行の機械をうまく使えなかったのですかすみません NHK 料金を払い込みたいんですけど キャッシュカードをお持ちですかええそれならこの機会をご利用くださいボタンを押してくださいボタンってこれですか二つ目のボタンですねはいそれからカードを入れて相手の番号を押してくださいカードを入れてから番号を押すんですねあれできないよ変だなお客様申し訳ございません口座にお金がないようで 正しいものはどれですか A お客さんはキャッシュカードを持っていなかったので振り込みができませんでした B お客さんは間違ったボタンを押したので振り込みができませんでした C お客さんの口座にはお金がなかったので振り込みができませんでした D 銀行の機械が故障していたので振り込みができませんでした 第十九課。一。女の人は何を知らなかったんですか。結局、どうすることにしましたか。もしもし、ここにバイクを止めないでください。え、止めちゃいけないの。みんなよくここに止めてるのに。ここはスーパーの駐車場ですよ。 だからスーパーが空いてる時間なら止めてもいいけど空いてない時間に止めちゃいけないんですよ買い物する人のための駐車場なんですからねああそうなんですか知らなかったごめんなさいところでスーパーの開店時間は何時かしらスーパーは10時開店ですよまだ30分以上ありますよ有料駐車場なら駅前にありますけどそうね30分も待ってられないものねそっちを利用することにするわ 正しいものはどれですか A 女の人は10時過ぎにスーパーの駐車場にバイクを止めていたので叱られました B 女の人はスーパーが開店してからバイクを止めることにしました C 女の人は開店前にスーパーの駐車場にバイクを止めてはいけないことを知りませんでした D 駅前の駐車場は 10時からしかバイクを止めることができません同僚の田中さんと木村さんは仕事の後でバーへ行きました木村さんは何を心配しているのですかおいお前ビールの飲みすぎじゃないか顔が真っ赤だよそんなことないよ木村も飲めよ俺は車で来てるから飲めないんだウーロン茶おかわりもらうよ俺はウイスキーにするよ 今日はどんどん飲むぞさあ、もう十一時だよそろそろ帰るぞ、送ってくよまあまあ、そんなこと言うなよもう一件行こう行こう俺たち土曜日も仕事があるんだからなそんなに飲むと、明日の仕事に差し支えるぞ正しいものはどれですか A、木村さんは車で来ているのにビールやウイスキーをどんどん飲んでしまいました B 木村さんは車で来ているのでビールやウイスキーを飲まないでウーロン茶だけ飲みました C 木村さんはまだ仕事が残っているからビールやウイスキーを飲まないでウーロン茶だけ飲みました D 木村さんはビールもウイスキーも飲めない人なのでウーロン茶を飲みました 1新幹線の中で女の人は男の人に声をかけられましたそれはどうしてですか男の人の指定席はどこですか女の人の指定席はどこですかもしもしここ私の席なんですがえ、ここは私の席のはずですよここに切符もありますよほら 12B でしょここは3号車ですよ あなたの切符は4号車じゃありませんかあ本当だわ。うっかりしておりまして。い,いえ、どういたしまして。すぐに4号車移動しますから。あ、痛い。足が。ごめんなさい。踏んでしまいまして。申し訳ございません。正しいものはどれですか A. 男の人は席を間違えていたので、移動するときに女の人の足を踏んでしまいました。 B 女の人は席を間違えていたので移動するときに男の人の足を踏んでしまいました C 女の人は指定席の切符を持っていないのに3号車に座っていたので男の人に注意されました D 女の人はうっかりして番号が違う席に座っていたので男の人に注意されました 男の人は何のために電話をかけましたかもしもし山田さんのお宅でしょうかはいそうですが私留学生の凛と申しますがあいにく主人は出張しておりましてこの度は山田さんにすっかりお世話になりましてそうですか何のお役にも立てませんでいいえおかげさまで新しい仕事が決まりました それは良かったですねご就職おめでとうございますつきましては一度私のアパートへおいでくださいませんかお口に合うかどうかわかりませんが私の手料理でも召し上がっていただきたいと存じましてそうですかありがとうございます主人が戻りましたらそのように伝えておきます正しいものはどれですか A リンさんは山田さんのおかげで留学することができたので お礼にご馳走したいいと思っています B. リンさんは山田さんのおかげで就職が決まったので、一度自分のアパートへ招待してごちそうしたいと思っています。C. リンさんは山田さんのおかげで新しい仕事が決まったので、一度レストランへ招待したいと思っています。D. リンさんは山田さんのおかげで新しいアパートが見つかったので、 一度アパートへ招待したいと思っています2二人はいつ釣りに出かけることにしましたか女の人は何をすることになりましたか男の人は何をすることになりましたかねえいつか釣りに行こうよ。 いいけど、でも朝早く起きないといけないんじゃない早起きはあんまり。心配ないよ。前の晩に車で出かけるんだから。私、夜運転するのはどうも。僕の車で行けばいいじゃないか。そうね。運転してくれるなら行くわ。次の土曜日はどううーん、その日はちょっと。じゃあ再来週の土曜日はよし、決めた。そうしよう。私、おにぎりとジュース持っていくわ。ジュースはちょっと。 分かった分かったビールにすればいいんでしょ正しいものはどれですか ?A 男の人が夜車を運転してくれるので女の人はおにぎりとジュースを持っていくことにしました B 男の人が朝早く起きて車を運転してくれるので女の人はおにぎりとジュースを持っていくことにしました C 女の人は 朝早く起きておにぎりを作ってビールと一緒に持っていくことにしました D 女の人は夜男の人に車を運転してもらうのでその代わりおにぎりとビールを持っていくことにしましたに住む男の人の家をたねました。何のために訪ねたのですか その時男の人は何をしていましたかこんばんは今ちょっとよろしいでしょうかどうぞ残業で遅くなりましてねこれから晩ご飯なんですよ大変ですねお仕事実はうちのおばあちゃんのことなんですけどね夜寝るのが早くておばあちゃんもうお休みですかええー、それでテレビの音がちょっと気になるっていうもんですからうちのテレビうるさいですか えー、ちょっとそれに野球を応援なさる声がちょっとすみませんでしたちっとも気がつかなくてこれからは気をつけますから女の人はどうして困っているのですか正しいものはどれですか ?A おばあちゃんが夜早く寝るのでテレビをつけられなくて困っています B おばあちゃんがテレビをを見るるきに音を大きくすすので困っています C 隣の人が夜遅く音を大きくしてテレビを見るのでうるさくて困っています。D 仕事が忙しくて晩ご飯の時間がいつも遅くなってしまうので困っています。 客は何と何を買いましたかどちらも配達を頼みましたかいらっしゃいみかんを一箱買いたいんだけどちょっと味見させてはいよどうぞ食べてみて甘くて美味しいだろうそうねじゃあこれ届けてちょうだい大阪の親戚の家までじゃあこの宅急便の用紙に記入してもらえるかなはいこれでいい夜間配達ご希望ですか夜間配達って この頃は奥さんも仕事に出ているところが多いから昼間誰も家にいないでしょだから夜に配達してもらうんだよなるほどでもそれはいいわおばあちゃんがうちにいるからえーとそれからこのスイカもちょうだい配達しますかいいえ結構よ車で来てるから正しいものはどれですか A 親戚のの家家とおばあちゃんの家に みみかんを1箱ずつ届けてくれるように頼みました B 親戚の家にみかんを1箱宅急便で届けてくれるように頼みました C 親戚の家にみかんを1箱と自分の家にスイカを配達してくれるように頼みました D 親戚の家は昼間は誰もいないから夜にみかんを1箱届けてくれるように頼みました はどんな乗客と話していますかもしもしお客さん終点ですよ起きてください分かってるよそんな大きな声で言わなくたって歩けますか私の手に捕まってください平気平気一人で歩けるからでもお客さんはお酒をたくさん召し上がっているようだから危ないですよ大丈夫だよまっすぐ歩いてるから トイレはここかいああ違いますちょっと待ってくださいご案内しますからいらないいらない自分で行けるからタクシー呼びましょうかいいよいいよ歩いて帰るから正しいものはどれですか?」。A、乗客は電車の中で寝ていたので駅員が切符を調べに来たのに気がつきませんでした B 乗客はお酒をたくさん飲んで電車の中で寝ていたので 終点に着いたのに気がつきませんでした。C。乗客はお酒をたくさん飲んで、駅のベンチで寝ていたので、駅員に起こされました。D。乗客はお酒をたくさん飲んでいて、ちゃんと歩けないので、タクシーを呼んでもらって帰ることにしました。 二人は明日、何をすることになりましたか明日、アメフトの試合見に行こうと思ってるんだけどどことどこの試合なんだい学生オールスターと社会人オールスターだよそうか面白そうだな一緒に行ってもいいかなもちろんだよ大勢で行った方が面白いからなどっちが勝つかなどっちも強いチームだからな何とも言えないな試合は何時から午後5時からだよ雨が降ってもやるのかなうんそうだよ ところで君、前売り券買っておいてくれないかいいけど、でも今日は僕、金持ってきてないよ実は僕もなんだ、仕方ないな当日券にするか正しいものはどれですか A、二人は今日のうちに前売り券を買っておいて明日五時からのアメフトの試合を見に行くことにしました B、二人は明日の五時からのアメフトの試合に 当日券を買って入ることにしました。C。二人は学生の時にアメフトをやっていたので、試合を見ることが好きです。D。二人は社会人アメフトチームに入っているので、よく試合に行きます。お父さんが息子の大学生活について聞いています。どんな大学生活ですかたけし。タケシ 大学生活は楽しいかうん。クラブ活動が楽しいな。どんなクラブに入ったんだい国際学生クラブだよ。外国人学生との交流もあるのかなうん、そうなんだ。僕も留学したいと思ってるんだけど。若いうちにいろんな経験をするのはいいことだけど、費用は自分でなんとかしろよ。わかってるよ。だからアルバイトしてるんじゃないか。お前、クラブやアルバイトが忙しそうだけど、勉強の方もしっかりやってるかな大丈夫、大丈夫。 先輩がノートを貸してくれるんだ正しいものはどれですか A お父さんはたけしが留学することに賛成ですがアルバイトをすることには反対しています B お父さんはたけしが留学することに賛成しているので留学の費用もなんとかしてくれるようです C お父さんはたけしが留学することに反対しているので 留学の費用を出してくれません D お父さんはたけしが留学することに賛成ですが留学の費用は出してくれませんこれで「なめらか日本語会」話聞き取り練習を終わります。